あーいいのかな、なんか種もなくなっていきそう。あ、でも種も結構散らばっちゃってますね。これ掃除が大変ですね、後から。はい、こんにちは、ミニマリストのトムです。今日はまだ間に合う種まきということで、こちらの忘れな草の種を買ってきたので、この種まきをしていきたいと思います。急に種まきに興味が出てきて、今からでも負けそうな種ないかなって探したら、パンジービオラでも負けるんですけど、開花が来年の春になっちゃうので、それだったら忘れな草だったら春に咲いてくれますし、まだ間に合いそうだったので、この忘れな草の種を買ってきました。僕は忘れな草の種まきもしたことも、苗を育てたこともないので完全に初心者なので、ちょっと手探りの状態なんですけど、うまくいくかちょっと実験でやっていきたいと思います。今日はこの種まきの様子と、もう一つやりたいことがあって、こちらに、ジニアプロフュージョンっていうお花の、花柄があるので、このお花の種を取っていきたいと思います。今ジニアのお花満開でたくさん咲いてくれて、少しずつ種が取れそうな花柄ができていたので、カットして乾燥させておいたので、種を取って来年の春にまた巻いてみたいと思うので、その種を取る作業もやっていきます。ではまず忘れな草の種まきをやっていきます。はい、ではこちらの忘れな草の種まきをやっていきます。ブルームッツっていう品種で、約50センチぐらいのやや高めのお花が咲く品種だそうです。耐寒性1年草ということで、本当は10月中旬までに巻いてくださいって後ろの説明には書いてあるんですけど、ちょっと遅くなっちゃいましたが、まだギリギリセーフかなと思います。種まきの方法いろいろあると思うんですけど、今日はこのちょっと広くて浅めの鉢に土を入れて、そこにばらまきして、で葉っぱが成長してきたらビニールポットに移植していくっていう方法で種まきをしていきたいと思います。はい、まずこの鉢に土を入れていくんですけど、鉢底石の代わりに赤玉の小粒を少し敷いてあります。鉢底石だと土を再利用した時に石と土と分けないといけないので、赤玉土だったらそのまま使えるなと思って、鉢底石の代わりに赤玉土の小粒を入れてあります。で本当は種まき用の土とかもあるんですけど、今日は普通の草花用の培養土を入れていきます。僕は普段種まきってあんまりやらなくって、やったことないこともないんですけど、そんなにスペースがないので、ベランダガーデニングだと苗を買ってくることがほとんどですね。で植物を増やす時も挿し木で増やすことが多いので、種まきは本当久しぶりです。なんか他の YouTuber の方がビオラとかパンジーの種まきしてるのを見て、すごく楽しそうだな、やっぱ種から育てるのって面白いなと思って、急に種まき欲が湧いてきたんですね。それでこんな中途半端な時期に種まきをやってみようと思って思い立って買ってきました。はい、どうですかね、土満タン入れる必要ないと思うので、ちょっと半分ぐらいにしておきます。ここに種をまいていくので、まず水をたっぷりやって土を湿らせておきます。はい、土を湿らせてきました。普通の培養土なんでちょっと目が粗いんですけど、多分いけると思います。では種を開封します。忘れな草の種まきやったことないんで、どんな種なんだろう。意外と種が大きいですね。ゴマみたいな黒い種が入ってます。意外とたくさん入ってるな。なんか黒くてツヤがあって、オダマキの種に似てるなって思いました。粒が大きくて扱いやすそうですね。じゃあこれを巻いていきます。本当は種を半日ぐらい吸水させた方が発芽率が良くなるらしいんですけど、今日はちょっとそれは省いて直接巻いていきます。普通にパラパラって巻きゃいいのかな。めっちゃ密になりそうな予感がする。はい、種を巻きましたので土をかぶせます。忘れな草の種の性質として、しっかり用土をかぶせておかないと発芽しないそうなので、1センチ弱ぐらい土をかぶせておこうかなと思います。僕は種まきでマリーゴールド、アサガオ、ひまわり、あ
とハボタン、金魚草、あとノースポール、パンジー、ビオラは種まきをやったことがありますが、忘れな草は初めてです。初めて育てる植物ってちょっとワクワクしますよね。はい、1センチ弱ぐらい土をかぶせたので少し鎮圧しておきます。はい、この後また水をやるんですが、さっきみたいにジョロでジャーってやっちゃうと土がぐちゃぐちゃになっちゃうので、霧吹きでまんべんなく水をやって湿らせておきます。これで、忘れな草の種まきは完了です。今後の成長の様子は、普段の動画の最後の方に少しずつ紹介していきたいと思いますので、また発芽したら載せますので、それまで少々お待ちください。はい、続いてはこのジニアプロフュージョンの、種を取っていきたいと思います。この真ん中の茶色いところに種が入っているので、まずこの花弁を外していきます。この花柄を摘んだすぐだとまだ水分が残ってて綺麗にペリペリって取れないので、こんな風に 2,3 日花柄を乾燥させておくと種が取りやすくなります。ジニアは暑さに強くて一苗100円ぐらいで秋まで咲いてくれる、とってもおすすめなお花なので、結構前の動画でも紹介しているので、またよければそちらもご覧ください。僕は黄色とピンクとオレンジを育ててました。オレンジはちょっと日当たりが悪くって、お花が小さいのでちゃんと種ができているかわからないんですけど、まず黄色から種を取っていきます。こういうちまちました作業が意外と好きなんですよね。ジニアの種を取るのも初めてなので、どんな形の種なのかちょっとわからないんですが、はい、ではこの黄色の花弁が取り終わったので、この真ん中の頭上花だったところをほぐしていきます。はい、ちゃんと種ができてる。はい、種を取った後はなんかこんな三角形の形に残りました。こういうもみ殻みたいな中に黒い種が入ってます。一応全部バラした後にこの枯れたところは取っていきたいと思います。結構根気がいりますね。はい、とりあえず黄色は全部ばらして種になったので、このもみを取っていきます。ちょっと果てしないんですけど、調べてみたら風でふって飛ばすとこのもみ殻みたいなとこが外れた部分だけ飛んでいくみたいなので、ちょっと外で飛ばしてみます。あっあーいいのかな、なんか種も一緒に、あ、意外とでも残ってる種だけ。これ掃除が大変ですね、後からなんか種もなくなっていきそういいのかな、こんな感じで。あ、でも少しずつ集まってる。どうなんだろう。あ、でも種も結構散らばっちゃってますね。どうすればいいんだろう。ザルでちょっとふるいにかけてみます。はい、このザルにちょっと入れてみて、ふるいかけてみて、もみ殻が取れるかちょっとやってみます。全部落ちましたね。ダメだこりゃ。こういうふうにまだ種とくっついてる部分があるので、もうちょっともみほぐしてから風で吹き飛ばす作戦に戻りたいと思います。種が潰れないか心配なんですけど、よし、じゃあもう一回ベランダで吹き飛ばしてみます。ちょっと風で飛ばしてみたんですけど、やっぱり完璧にもみ殻をなくすのは難しくって、種も一緒に
ちょっと飛んじゃって数が減っちゃったんで、このまま保存したいと思います。ちゃんと種だけ分かれてるものもありますし、まあ、マリーゴールドの種とかもこんなんついてるから全然種まきの時いけると思うんで、この状態で保存します。とりあえずジニアのイエローは、種をばらしましたので、あとピンクとオレンジをやっていきます。でもジニアってこんな風にカリカリになっても花びらの色がある程度残ってるんですね。なんかドライフラワーとかにもできそうですね。いや今日は忘れなくさんの種まきをメインにした動画にするつもりだったんですけど、こっちのジニアの種を取る作業の方が絶対時間かかってますよね。思いのほか苦戦した。はい、ではこれをまた崩して種を取っていきます。種が思いのほかめちゃくちゃ平べったくって中身が詰まってるか不安になるんですが、ジニアの種ってこんなもんなんですかね。はい、ピンク色もこんな風にほぐせました。このもみ殻は諦めてこのまま保存しておきます。はい、最後にこのオレンジ色の種を取っていきたいと思うんですけど、このオレンジは日当たりが悪いところに植えてあったので花が小さくて、ちゃんと充実した種がついているかちょっと不安なんですけど、とりあえずやっていきます。とりあえずまず花弁を外して、はい、3色とも花弁取ったんですけど、すごいカラフルで可愛い、なんかポプリにできそうですね。ではこの最後のオレンジもほぐしていきます。でも意外とさっきと同じような種が入ってますね。よかったよかった。これだけあればまた来年育てられますね。中の種はさっきのピンクとか黄色と同じようなしっかりした種が入ってました。はい、最後のオレンジ色も種取ることができました。これでジニアの種取りは終わりになります。やっぱり風で飛ばした方が種の密度が多いですけど、こちらもみ殻飛ばしてない方、種は封筒に入れて保存しておきます。来年の4月頃にまた巻きたいと思うので、また楽しみが一つ増えました。はい、おまけなんですけど、前回の動画で10月の購入内のご紹介をしたんですが、その後ビオラやパンジーも買ってきたので、それらを少し紹介したいと思います。まずこちらのビオラ3つ買ってきました。タグなしのただの80円ぐらいのビオラなんですけど、色幅があって黄色なんですけどブロッチが入ってて、上のとこがちょっと紫になったりとか、で花によっては薄紫というかブルーっぽい花になったりとか、咲き進むと色が変わるのか最初から色が違うのかちょっと分かんないですけど、色幅があって花が大きめで可愛いなと思ってこちらの色のビオラを3株買ってきました。このオレンジ色の花は、これはパンジーですね。DCM カーマのユニークカラーパンジーっていうことで、オレンジスライスっていうオレンジ色のパンジーを買ってきました。パンジーなので花が大きくって、この鮮やかなオレンジ色がいいなと思って買ってきました。すごい香りもいい香りがします。これから寒くなってくるとこういうビタミンカラーが欲しくなってくるので、個人的にすごくいいお花に出会えてよかったなと思います。オレンジスライスも3株買いました。最後にこちらの黄色いビオラなんですけど、これもユニークカラービオラっていう DCM カーマのシリーズの中にあったタイガーアイっていう名前のビオラです。近くで見ると分かるんですが、ブロッチの部分がベイン状に変化していて、すごく独特なお花で僕は大好きなビオラです。毎年タイガーアイないかなって園芸店探してるんですけど、去年は見つけられなくって、ただついこの間たまたま行ったカーマに売ってたので、ちょっと色味が違う2株を選んで買ってきました。でこっちの先ほど紹介した、パンジーも130円ぐらいで、このタイガーアイも130円ぐらいで、とてもリーズナブルで、気に入った色が買えたので満足です。はい、というわけで今日は忘れな草の種まきとジニアプロフュージョンの種を取る作業をしてみました。思いのほかジニアの種取りが大変だったんですけど、たくさん種が取れたのでまた来年の楽しみができたので嬉しいです。忘れな草はどれぐらいで発芽するかちょっとまだ分かんないんですが、またその後の成長の様子は今後の動画の最後の方で紹介していきますので、またそちらもご覧ください。はい、このチャンネルはガーデニングに関する情報を発信していくチャンネルですので、よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。
Twitter やインスタもやってますので、動画説明欄からフォローしていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。